村すばたん、谷井です。ゆずきです。ホットシュシュ、旗揚げ戦の、先ほどまでは反省会を行っていましたが、後半は、ゆずきちゃんを迎えて、はい、ぶっちゃけトークを行いたいと思います。デビュー戦、お疲れ様でした。ありがとうございました。さっきまで反省会だったじゃないですか。はい。お二人だから見れた選手の裏側とか、撮影はしてたんですけど、うん、撮影しきれなかった何かエピソードがあればお聞きしたい。ハマスといえば、あの人さ、セコンドにいなかったんですよ。うん、あ、いなかったね。いなかったよね。はい。サマスどこ行った、うん、みたいな。始まるよっていう時に、うんうん、タニーさんに一応、サマスがいませんって言ったら、もういいっていうことで、そうそうそう、二人分やらなきゃと思って。そうだよね、セコンドね。振り分けしたのにね。サマスが何か千春さんに怒られてたんですよ。なんで持ってきてないの、何どうするのっていう風に言われてて、うん、何と聞いたら、うん、サマス何もご飯持ってきてなかったんですよね。はいはいはい。昼から夜までも10時間近くあるのに、うん、持ってきてなくてどうするのって言われて、いりません、大丈夫ですとかって言って、絶対にいるじゃないですか。もう絶対栄養がね、必要だから、うん、持たないよ、どうするの、買ってくるって、うん。もうちょっと時間もったいないけど、もっとリングの上で練習ね、させたかったけど、うん、もうそれはしょうがない、その時間犠牲にして行ってきなさいって言われて、うん、私はバカですとかってずっとサマスが言って、バカとかいいからサマスよく言うんですけど、言うね、何かミスしたら、うんうん、私はバカですって言うんですけど、うん、いいってなったらよしこさんがね、パンを、そうそう、いつもね、私サマス用にパンとかおにぎりとか、はい、ナッツとか用意してて、なんで必ずなんかサマスって持ってこないのよ、持ってこないから何かしら私があげなきゃって思っちゃうわけ、うん、サマスのシークレットがちょっと垣間見えます。あ、そうですね、パンで怒られる。田村さんと谷ゆずきちゃんは試合前なんかも食べたりとかしたの？私はバナナと羊羹を、アスリート、うん、なんか直前の栄養みたいな、なんか大会直前の栄養とか調べたら、バナナと羊羹とかで出てきたので、経験がないのでね、なので、間違いないだろう。聞けばいいのにね。私たち一時納豆にハマってた時期があって、うん、ネオの時にね、はい、会場にご飯を、うん、お弁当箱に入れて、うん、パックの納豆を持ってきて、はい、それをこうかけて納豆ご飯を食べてたらしいのが控室で、すごいすごい迷惑なことしてたよね。そうだね。そうですね、なかなか残りますよね、うん、すごいよね。テントのイメージダウンになっちゃうかわからないですけど、試合前にね、うん、谷さんって来て、何って言ったら、谷さんセコンドついてくれますよねみたいな、ちゃんと僕の近くにいますよねみたいなことすごい確認してきて、そばにいるから大丈夫だよって言って、うん、はいみたいな、こう不安な子犬みたいな感じでめっちゃ可愛かったのよ。可愛いよね。大丈夫だよとか言ってこうハグとかして、よっちゃんもしてたよね。はい、しました。見ました、ハグしてて、私羨ましいってなりました。あとあと YouTube 用の動画を見たときに、うん、ケントハグしてるんですけどと思って。なるほど、ね、そんなのあるかい。試合目以外はね、時間の余裕がなかったです。じゃあ次してあげてよっちゃん。はい。ゆずきちゃんの試合前に。はい。そうだね。うん、しましょう。はい、しましょう。ありがとうございます。ケントは、うん、結構ポーカーフェイスだし、緊張する緊張するってこうあまり口に出さないタイプだったんですけど、うん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 、やっぱりお二人をすごい頼ってるっていうところが、ね、あるので、そこはね、うんうん、ケントもね緊張してたし、お二人のこと本当に普段から頼ってるんだなっていうのが伝わりました。嬉しいよね。余談ですけども、練習、あ、練習ね、うん、結構遅い時間になるわけじゃないですか。だいたいケントと私とサマスと一緒に帰るんですよ。はい、そうですね。なぜか傭兵とサマスが先に帰っちゃったんですね、うん、ある日、はい、うん、帰っちゃって、で一人だけケントが残ってくれてて、帰ってよかったのにって言ったら、田村さん置いていけるわけないじゃないですかって言って、かわいい、傭兵とサマスは私を置いてったのにねえ、16歳のケントがそんなことを言ってくれて、キュンでしょ。欠かせない存在だったんですね。よしこさんと帰るっていうのが、うん、もうケントの中では習慣になってて、それが当たり前で、ね、置いていかないですよってなったんでね。タニーさんそういうのされたことないんですか、ケント君に。ケントにキュンキュンエピソード。タニーさんなんか基本的にちょっとこういじられてないですか。じゃあなんかケントってなんか私のことを、はい、なんか仲のいいお兄ちゃんみたいな感じで接してくるのよ。だって16歳で結構さ、年離れてる人が同期って結構大変なことだよね、ケントとしては。そうだよね。だから自分なりいろいろ考え
ったことだと思います、ケントはね。ケントのね、ロヘイ君は、はい、何日か前に喉を潰れてたじゃん。あ、そうだね。そうでした、ね、そうだから、うん、大丈夫かなと思ったら、うん、まあちょっとかすれてたけど、うん、まあ試合の時には声出るようになってたから、うん、その初めておはようございますって会った時に、あ、よかったって思った、うんうん、聞こえるってなりましたもん、うん、あ、陽平聞こえる、うん、私は緊張したら陽平くんに頼れば間違いないと思ってたんですよ。笑わせてくれる、うん、励ましてくれるのは陽平くんだと思ってたんですけど、うんうん、もう当日会場に行ったらやはり渡瀬選手との因縁の対決でもあるので、うん、陽平くんワールドに入ってる感じがして、うん、私あまり話せなかったです、陽平くんに。陽平確かになんかナーバスだったよね。入ってるぞと思って、うんうん、私も結構陽平と喋るんですけど、うん、なんか喋れない空気を作ってたよね。そうです、よっちゃんって陽平にさ、みんなが言いづらい一言言うじゃん。あ、言います、言います。すっごい言うよね。あれ大好きなんですよ、私。入場の練習とかした時にさ、はい、なんだっけ、陽平くんがこう颯爽とかっこよく現れて、うん、かっこいいみたいには なりながら、みんなちょっと心のどっかでなんかもやっと、うん、って思うところがあったんですけど、そしたら薄っぺらいんだよ。ハードルが高まってるから仕方ないですよね。かっこいい選手だっていうのは愛がある、とりあえず言葉なんだね。愛がありますよ、私。もう陽平なんかみんなに怒られた、私の顔を見るんだよね。あ、そうなの。色は不安だ、不安だ言ってたね、うん、日によって、うん、うじうじしちゃったり頑張れるってなったりとかっていう、ね、うん、そりゃそうだと思うんですよ、ね、うん、まだね、デビュー前で、うん、そう不安定なのは当然なので、うん、なんかお化け屋敷でさ、はい、入った時にさ、怖いとかキャーとか言うとさ、急に怖くなるじゃん、はい、だからなんか不安とかどうしようとかって言わないようにしてんの、うん、普段とか、はい、茶色って自ら煽ってるように見えるの、あ、言えば言うほど怖くなっちゃうからやめればいいのにって思うな、はい、緊張しながらもやはりデビュー戦とはいえ、うん、温かいお客様に甘えちゃいけないとか、うん、宮崎選手に甘えちゃいけないって思って、自分はそうやって自分を高めてたんですよ、うん、絶対に頼らない、胸を借りるって思ったらダメだっていう戦いだってなるんですけど、でも茶色にかける言葉はやっぱり大丈夫、高瀬選手だから胸を借りて、うん、もう大丈夫だからなすすべなしって思っても とにかく立ち上がって何でも習ってきたことをね、もうエルボーとかずっとやればいいじゃんみたいなことを言ってたんですよ、うん、自分の気持ちと裏腹のアドバイスを最後にはしてるので、うんうん、それが結構自分の中で難しかったです。これは茶色にあくまで言ったけど、私はそう思っちゃダメだみたいな、向いてないんですよ、そういう風に頼るとか思っちゃダメなんですよ、私の性格上は。そのギャップが、でも茶色はきっと励ました方が絶対に本領が発揮できるって思ったので、茶色ずっとこうしてましたよ、そっとこうずっとここにこうやって控室で、はい、ゆずきちゃんに、はい、大迷惑だね。なるよね。なるよ。試合前なんですよ。よ優しいね。本当だね。そりゃ、みや言いたくなるわ。あれで終わってきたらどうだったの？晴れやかな顔してた？見たことない顔でした。茶色の戻ってくる時の顔とか汗とかは、うん、茶色の試合は 見られなくて、うんうんうん、茶色が帰ってくるところだけを見たので、あ、めちゃくちゃいい試合したんだろうなって思うぐらいの、もう、見たことない疲れた表情と汗で、茶色はロープをくぐる前にエプロンでこうアピールするっていうね、はい、タイムがあったから、はい、ゆずきちゃんは先に自分が上がっちゃってると通り抜けができないと思ってタイミングを伺っていた、はいはい、だけどよっちゃんにしたら、うん、早く上がって準備しなさいよって思って、うん、上がれと言われて、はい、ゆずきちゃん上がった、うん、あれでもまだ茶色これ走るよねって思って降りました、うん、はい、降りました。何やってんだよ、まだ上がれって言われて上がりました、はい、上がりましたっていうことですかね。で、間に合いませんでした。実は間に合ってなかったです。あれもう茶色がくぐっちゃって、あ、ごめんなさいって添えて、もうバッて、あ、恥ずかしい、だから言っただろうみたいな。チャンネル登録よろしくね。ゆずきちゃんあれさ、はい、上がってさ、コール終わった後にさ、赤コーナーに行かなかった？行きました、行きそうになったんです。そうだね、行ってね、うん、ね、こっちって思ったんだけど、はいはい、あれは完全に練習してた道場の、うん、位置か位置で、うんうん、慣れちゃって、うん、よし、もう決まったぞ、ガウンを脱いでここにかけ、あ、赤だと思ってさりげなく、うん、ぬっとこう間違ってませんよみたいな顔して、気づいたよね、うん、気づいた、気づいたよ、バレなかったと思ったんですけど、もう試合を振り返ると、うん、まず私は自分の今まで褒めていただいてたタックルを絶対に見せる
フルパワーを見せると思ってたんですよ。練習では半分ぐらいの力しか出してなかったのを今日は何 200% 出してもいいんだと思って、うん、よっしゃーと思ったらコテッと跳ね返されあの時は本当にびっくりして壁に激突したと思って、うん、そこででも心折れちゃダメじゃないですか、うん、何も考えずにもう何度も何度もやりましたけど、うんうんうん、あれはでもすごい衝撃を受けた記憶があります。何が起きたんだろうと思って、うんうんうん、こんなの練習で起きたことないと思って試合後に谷さんに、うん、もう反省を通り越して笑われてしまいましたあれは何だったのっていうのを試合前に谷さんに、うん、一応メインっていうことでちゃんとこう最後はゆずきちゃんに締めてほしい、うん、マイクで、うん、でも努力を残そうとして試合で全部を出し切らないのは、うん、ダメだから後のことは何も考えずに試合だけに向き合っていいって言われたんですよ、うん、で私ももちろんその気持ちでいて、うん、もう正直後のマイクと物販のこととかは、うん、もう考えないでやろうって思ったんですよ、うんうん、だけどいざそのムーンサルトで取られてしまって、うん、で谷さんが耳元で大丈夫マイクできるよねって言われた時に私は無理ですちょっときつすぎますって言ったらしいんですよね、うん、言った言った、はい、うん、でそしたらタニーさんができるよねって、うん、できるよね呼吸ゆっくり整えてれば大丈夫だから言われてその時にはもう鬼ってなったんですよもう言ってることと違うと思ってその鬼って思ったのを覚えてるんです大きな鉄球がお腹に落ちてきたぞっていうぐらいの痛みで衝撃でした。宮崎選手の言葉のおかげで起き上がれた気がします。顔を見て逃さず聞きたいと思って起き上がれましたね。目は大丈夫だったのよ。そうですよね。谷さんは、うん、そうちゃんと分かってくれたんだなと思ったんですけど、うん、みんながさ趣旨のメンバーたちがさゆずきちゃんの周りにこう集まってさ、うん、こうやってやっててさゆずきちゃんフラフラしててさ、うん、誰か支えてやれよってずっと思ってた。分かる。私立ち上がらなきゃと思って肩貸して肩貸してって言った記憶あるんですよ。マイクにはちゃんと入らないように、うん、あのさ貸してって言って私茶色の後ろにこう手やってるんですよ、うんうん、あのさ貸してって言ってでも戻して諦めてマイクで話してる動画にも残ってるんですよ。こうやって欲しかったんだよね。そうですそうです。肩をそうです支えて欲しかったんだよね、はい、ずっと言ってた記憶があります貸して探して貸してくんなかったね次は貸してあげてください物販とか、うん、もう初めてでお客様に聞いてしまっていました、うん、チェキのサインこれで合っていますかとかっていうふうに聞いてしまってやっぱりこう試合のことだけを考えすぎていたなって思いました。あのそれはあるね、はい、いかがですかとか、はい、ありがとうございますとか言うんだよとかって、はい、自分たちはもう知ってるから、うん忘れちゃってた。みんながそういうのが初めてってことを、はい、5月終わったけどすぐ6月がねそうですねはいそうですね待ってるもんね。ハウスショーでは、はい、もうデビューしたての選手たち同士の戦いになると思うので、うん、引っ張ってくれないからね。本当だよね対戦相手がはい旗揚げ戦っていうプレミア感とか、うんうんうん、代表とスーパーバイザーのその3人の方の力を借りて売れたチケットだったと思うのでまた2回目以降からが本番なのかなっていう気持ちもありますね、うんうん、ホットシュシュのメンバーなら大丈夫だよね。ねえ、うん、本当にそう思いますか。本当に思います。思ってくれますか。不安じゃないですか、うんうん、思う思う、ね、未だにテンション上がってるっていう人がいるっていうホットシュシュを見てあ、はい、見に来てくれた人がね。そうそうそう終わってからこう物販に来てくださった方とか、うん、涙の跡とかがすごい、うん、目が真っ赤で本当に嬉しいね。そういう方とかがいたのがすごい嬉しかったです。 YouTube もね引き続き、はいはい、デビューしたみんなを追っていくので、はい、楽しみにしてほしいですね、はい、あれ話すの忘れてた。ゆずきちゃんのマイク、うん、おーマイクがさ、はい、ゆずきちゃんのマイクすごい良かったってよちゃんと話してたじゃん、うん、はい、ほぼ記憶ないまま、うん、マイクでも話して、うん、話したこともあまり記憶のないまま、うん、帰ってゆっくり振り返ったんですよ、うん、あこういうこと谷さん言ってたなと思って、うん、そういえば試合終わった直後はあんま覚えてないかもしれないけど、うん、徐々に蘇るからって言われて、うん、思い出しながら反省して思い出した後にそのね記事とかで、うん、私のマイクのコメントとかがまとめられてるのを読んで、うん、あ私こんなこと言ってたんだって思うんですけど私の中では反省が多くてすっごい恥ずかしかったんですよ。私なんであんなにとてって尻餅ついてたのに伝説を残しますって言ってたのがちょっと恥ずかしかったんです。
伝説だよ、はい、尻餅も、ね、尻餅も含めて、はい、自分がどんな試合をしたか覚えてない状態で、うん、あの熱意だけで話してたので、うん、ああ恥ずかしいってなっちゃいました。あれいいよ、だって私とよっちゃんは、はい、ゆずきちゃんは今までにないプロレスラーになる予感がするってずっと言ってるじゃん。そうそうそう、はい、まさしくなったよ。まさしくなってるよ。まさしくなったよ。本当ですか、うん、尻餅の話。尻餅からの頑張った試合と、はい、あの、魂のマイク。ねえ。素晴らしい。まさしくなってます。ね、じゃあもう、はい、自信を持って、うん、なんならハウスショーでは私が引っ張るぞぐらいの気持ちで。そうそうそう。はい、あーいいですね。練習でもちろん強く、うん、技も磨きながら、うん、そうですね、鍛え、体も鍛えながらも、はい、堂々とした選手に。うん、なりたい、また成長をお見せしたいです皆さんに。はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。改めましてホットシュシュ旗揚げ戦ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私が一番先に頭を上げてしまう。見たよ、はい、切らないからね。はい。